まだ MMS の画面でしょ？そうそう。多分タイムラグあると思うし、どっちにしても。緊張感。緊張しますね。流すよ、じゃあ。はい。なんかパチパチ言ってるけど。こんばんは。はい、こんばんは。第74回マイクロものづくりストリーミング、本日も始まりました。はい、本日はちょっとイレギュラーな9時から、放送ということで、本日はゲストにはですね、チャコールブラックスの加藤様の方に来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとですね、マイクロモノづくり最新情報ということで、ミキさんが今、はい、放送、はい、情報を流したいと思います。あ、そうですね、そうだ、私、MC は、まあ、モノのミキでございます。あと、今声だけですけど、宇都宮も参加いたします。宇都宮です。はい、でですね、2月の25日、来週の火曜日ですね、マイクロものづくりを、今地方の方にどんどん広めるということで講演活動を行っております。今回はですね、山形県の、庄内産業興振興センターの方で、6時半から、ものづくり、新事業応援セミナーというもので、マイクロものづくりの、講演をさせていただきますので、もし、お近くの方はぜひご参加いただければと思います。はい、あとですね、毎月ですね、我々、クラウドファンディングの相談会というものをやっておりまして、こちらがですね、今度、3月8日に、行います。これ多分、土曜日でしたっけ？土曜日ですね。10時から、行います。もし、クラウドファンディングを、挑戦してみたいという方がいらっしゃれば、今のホームページの方、こちらの URL の方からですね、アクセスしていただいて、事前に登録、予約をしていただければ相談会の方にご参加いただけます。はい、あとですね、ちょうど今日ですね、ご出演いただくチャコールブラックスの加藤様の方ね、今、燕三条の町工場が世界を作るプロジェクトということで、全盲の方絶賛支援受付中でございます。ということで、皆様、ぜひご支援いただければと思います。あとですね、大田区の町工場が生み出した機械式のようなモビリティ N バイクというものも、支援を受け付けております。ちょっと動画あるんで、ちょっとこれはスキップしたいと思います。はい、はい、あとはクルミルというですね、iPhone を使った360度の映像が撮れるものも今支援を受け付けております。あとは3月10日、クラウドファンディングのプレイヤーによるトークイベントというものを、7時から、お台場にあります、ものというコワーキングスペースで行います。これは実際の、プレイヤーがですね、集って、クラウドファンディングの実体験を語るというところなので、もし、クラウドファンディングに挑戦したいという製造業さんがいらっしゃれば、ぜひご参加いただければと思います。参加いただくにはこちらの URL の方ですね、
参考にしていただいて、Facebook の方でも、イベントページ用意しておりますので、検索をしていただければと思います。はい、ということで、ちょっと前置きが長くなりましたけど、本編の方に移りたいと思います。じゃあですね、ちょっとチョコロブロックスの加藤様の方に画面をスイッチしていただいてですね、はい、はい、ちょっとお話を伺えればと思います。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず冒頭ですね、チョコロブロックスというものの、団体の活動をですね、はい、簡単に紹介いただければと思います。はい。はい、これまだプレゼンじゃなくて、簡単に紹介した方が。まあ、どちらでもいいですよ。コードでも。画面共有できますかね。画面共有、じゃあやってみましょうか。はい。じゃあ、画面共有お願いします。はい。あれ、またなくなってる。どこに行った。左の方にこう。いや、これでいいのかな。うん、あ、できました。大丈夫ですか。はい。はい、お願いします。はい、映ってます。はい。じゃあ、ちょっとじゃあ、説明させてもらいます。はい。まあ、チャコールブラックスは、はい、まあ、チャコールは、まあ、炭で、まあ、ブラックは、黒なんで、炭黒という意味なんですけど、まあ、炭を使って、日本を健康に、世界を満腹にというテーマで活動してます。はい。まあ、目的としては、未来のまあ子供たちの代までも、まあ、美味しいものが食べ続けられるような世の中を実現して、はい、まあ、そう実現したら、まあ、世界の人たちと、まあ、一緒に食事して、まあ、飲んで、アフターマッチファンクションをやるというようなことを目的としております。うんうん、はい。まあ、これ、まあ、私、食べることが大好きなんで、まあ、このまんま、うん、私が、年取ってね、死ぬまで食べられるだろうかとか、うん、子供たちとか、その子供たちが食べられるだろうかみたいなことを考えると、うん、ちょっと不安な要素がいっぱいあったんで、うん、まあ、例えば日本の場合だったら、まあ、森林が荒れてるということで、まあ、栄養分が山から川を伝って農地まで流れなかったりとか、うん、まあ、化学肥料とか、農薬の使いすぎで、農地が劣化したりとか、はい、あと、まあ、毎年のように異常気象が起こるんで、はい、それで作物が作れなくなったりだとか、はい、あと結構、まあ、化石、農薬も化学肥料もやっぱり、化石、なんですかね、原料が、まあ、鉱物なんで、まあ、そういう資源が高騰したりとか、枯渇するという危険もあるということと、うん、まあ、世界的に見ても、まあ、まあ、木が、とかあって、まあ、2秒に1人人が亡くなってるとか、はい、あと、まあ、多くの土がまあ劣化して砂漠化したりとかあって、はい、まあ、こういうふうにね、日本人と同じような生活すれば地球が 2.5 個必要だとかいうような感じでまあ不安になりまして、うん、で、まあ、食料は増産してるから大丈夫だよみたいな話もあるんですけど、やっぱりこういうふうに人口もまだ増えますし、はい、まあ、都市に住む人口も60億人に増えるとか、肉を食べる人口とかも増えていくと、はい、まあ、これは、まあ、食べていけないなみたいな結論に至ったので、うん、まあ、それで、まあ、なんとかできるように、まあ、活動をしてます。うん、まあ、そのために、まあ、途上国で、まあ、里山というキーワードがあったんで、うん、途上国でも。スライドって、送ってます？はい。まだ、あれですか？画面上はね、こう、はい、ページも止まっちゃってるんですよ。あ、そうなんですか。うん。なんで。これだと。あ、それで。はい、送りました。これだと大丈夫ですか？はい。はい、そっちで、はい。お願いします。これでじゃあ、行きましょうかね。これ。はい。加藤さんの簡単な ご経歴というか、はい。内容は、口頭でもいいんで、教えてもらっていいですか？そもそも、どういうお仕事されてるか。まあ、元々というか一番最初にやった仕事が、まあ、金型の営業で、はい、まあ、燕三条の金型会社なんですけど、はい、でも、まあ、大学、アメリカの方の大学行ってたんですけど、はい、そこで結構、なんか地域が結構元気だったというか、はい、なんか地域活動とかがすごい楽しそうなイメージあったんで、うん、まあ、楽しそう、
というよりも、なんかなくてはならない存在みたいなことがあったんで、はい、まあ、それで、そういう NPO とかの方に興味があって、うん、まあ、そこ退職して、まあ、地域のその NPO にちょっと勤めて、うん、まあ、そうこうしてるうちにちょっと環境、まあ、この三条市も、10年前、ちょうど10年前に水害ありまして、それでやられて、はい、まあ、その後中越地震もあったんで、うん、まあ、そういうライフスタイルとか、なんかそういうのを見直し始めて、うん、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、炭焼きやらないかというふうなことを、まあ、お世話になっている方に声かけられて、島根に行って研修をして、島根、はい、なぜ島根なんですか。まあ、島根で、まあ、山本粉炭工業という会社なんですけど、はい、そちらが結構、まあ、昔からの日本にあるような、うん、炭焼きの仕方をもっと、はい、改良して、はい、大規模に、まあ、間伐材の皮とか、うんうん、もう何も使いようがないようなバイオマスを、はい、まあ、一度に大量に、炭にするような、まあ、うん、ものを開発しまして、はい、まあ、それが、まあ、その発明がまあ素晴らしいからということで、まあ、あなたが行くんだったら、まあ、応援するから行ってきなみたいな感じで、うん、まあ、もう亡くなられた80代の方だったんですけど、うん、まあ、お世話になって、まあ、その方がきっかけですね。それで島根でどれくらい研修を受けたんですか。まあ、1ヶ月なんですけど、ええ、まあ、それでまあ新潟戻ってきて、はい、まあ、本当はそういう大規模にねやったら山が手入ってきれいになるかなと思ってたんですけど、やっぱり設備とかもかなりお金がかかりますし、まあ、炭が売れるかどうかも分かんないような状況だったんで、うん、とりあえず、うん、小さいところから始めようと思って、炭、そうですね、炭の釜、はい、うん、炭の釜を、まあ、土釜、土でできた昔ながらの土釜で、うん、まあ、焼いてる方がいたんで、うん、まあ、その方は、まあ、戦前から炭焼いてる方だったんで、はい、まあ、弟子入りしまして、うん、で、まあ、はい、土釜での炭焼きを、うん、まあ、身につけたというほど、あれ、まだまだ奥深いんで、まあ、なんとか焼けるようになったという感じですね。うん。うん。なるほど。はい。それから、まあ、本格的にその、炭を使った NPO 活動というか、そうですね。そういったものを始めたわけですね。うん、はい。それ、どれくらい前からですか。まあ、3年ぐらい、2010年に、うん、まあ、外国の炭焼きどうなってるんだろうかということを調べたことがありまして、はい、まあ、日本の炭焼きが一番だと思ってたんで、うん、まあ、それは画面って今共有されてるんですかね。はい、されてます、はい、結構たくさんありますね。そうですね。あれ、ちょっとどこ行った、これか。まあ、こういう、ちょっと外国の炭焼きとかって、はい、なんか日本の炭焼きのイメージと違って、うん、なんか金属でバンバン炎を出して焼いてたんで、うん、まあ、こんなもんで炭になるわけないじゃないかみたいな感じで思ってたんだけど、うん、まあ、いつかまあね、日本のその最高の技術を言って教えてやるよみたいな感じだけど、うん、でも、まあ、こういう調理もできて、まあ、調理した後に炭ができているというような仕組みだったんで、うん、すごいなんか面白くて。これはちなみにどこの国ですか。上はここは多分アメリカだと思うんですけど、はい、その下のなんか女性が赤ちゃん抱えてるのはコスタリカだと思うんですよね、うん、でこの左のドラム缶はまあ多分アメリカだと思うんですけど、うん、これまあ調理中の煙で亡くなってる方たちもいっぱいいるんで、あ、はい、煙が出ないような、まあ、クリーンクックストーブを、うん、まあ、普及させてるんですけど、その中でも、まあ、調理の後に炭ができるようなものがあるということを知って、うん、ちょっと空き缶で作り始めて、ちょっとそれにハマってしまいまして、そうなんです。
いろんな人にすごい話しまくってたんですよ。まあ、こういう結びができるんですよ、うん。料理もできるんですよ、みたいな感じで。うん、はい。で、それでまあ、あの、新潟の町江津自身で結構被害を受けて、山古志村の出身の方と話したときに、はい。まあ、そういうのだったら山古志村にもあるよ、みたいな感じで、うん。あの、ぬか釜といって、うん。あの、もみ殻にご飯を炊いて、うん。あの、火力が強いからご飯を美味しく炊けて、うん。まあ、ご飯炊いた後、あの、もみ殻が炭になってるんで、それを畑とか田んぼに入れて、うん、土作りしてたんだよ、みたいな話をしてて、はい。こう、日本のその、里山文化とか、里山の家ってすごいなぁ、というふうに、深いなぁ。思って、うん。それでまあ、もともと、昔の技術なんですか、これは。そうですね、昔のからあったみたいで、うん。まあ、戦争の時にあの金属みんな取り上げられたんで、あまり残ってないみたいなんですけど、はい、今でも南魚沼とかだと、これでご飯炊いてるみたいですね。へぇ、美味しそうな竹ソース、はい。なるほど。そういった日本の技術を海外へっていうふうになっていく感じなんですか、その後。そうですね。まあ、その、前にやっぱり国内で、はい、あのやっぱり日本の山は何とかしたいという気持ちがあったんで、はい、あとまあその土壌改良を、うん、まあ山と農業をつなげたいという気持ちがあったんで、うん、でも炭を買う農家が買うにはやっぱりコストがかかりすぎてたりとか、ね、それでまあじゃあ簡単に自分で作れるものを炭が焼けるようなものを作ったらどうかというふうにずっと考えてて、うん、土釜だとやっぱりすごい難しくて、時間もかなりかかるんで、はい、まあ、簡単に、まあ、粉々の炭でいいので、簡単に焼ける方法を探してたところ、うん、まあ、先ほどのこういう、なんか、オイル缶で作ったような炭釜があったんで、うん、まあ、これのでかいのがあれば、うん、簡単にもっといっぱい炭焼けるじゃないかと思って、うん、でも、まあ、自分にはその金属加工の技術も設備もないし、はい、まあ、どんなものを作ればいいのかというのも全くわからなかったんで、うん、まあ、いろんな人に相談してたところ、はい、まあ、この、まあ、ある人があんたの考えてることを、お豆山頂の工場に持っていくと、決めなくても翌日には、うん、できてるよみたいなことを言われて、無責任。それで、あの、越後炭焼きの会の、まあ、おじいちゃんたちが、たまにその炭焼きの道具を、まあ、加工を依頼してる、まあ、オーテックさんという人に、行って相談したところ、まあ、空き缶でできた、本当にトマトのちっちゃな空き缶で作ったやつ持って行ったところ、うん、まあ、別にその時は何も言ってなかったんですけど、数日後に電話かかってきて、うん、おい、できたぞ、みたいな感じで、見に来いよ、みたいな感じで。空き缶で作ったの持ってったら数十通後にもうできちゃった。そうですね。はい。まあその時はまあ今みたいな形ではなくてもっといろんなものがくっついてたんですけど、うん、まあそこからいろいろこう改良して、うん、まあできるだけコストかけずにできるような形に、今の形に落ち着きましたね。まあそれがこれですね。それっていつ頃さ、何年ぐらい前とか。これは2012年、話を持ってたのが2011年の、はい、うん、まあ、雪が降りそうな頃だったので12月ぐらいだと思うんですけど、うん、そうですね。2年ぐらい前ですか。はい。それで、まあ実際に完成して、まあ、販売し始めたのが、うん、2012年の4月ですね。うん、ちょうど2年前、はい。2012年4月。はい。早いっすね。僕と加藤さんが実は最初にお話したのが、2013年の、はい、8月ですね。8月。はい。じゃあ1年後ぐらいにお話した、うん。そうですね。はい。その、売り始めた時はどうでした？最初の頃っていうのは。売り始めた時ですか？うん。まあ農家の方で、やっぱり、竹林持ってられる方がいて、うん、その方が、まあ、自宅の敷地内に竹林があって、ええ、まあ、竹は切っ
ってもなかなか処分が腐らない、うん、なかなか腐らないし、うん、まあ火を燃やすとやっぱり野焼きも禁止ですし近所の迷惑になるんでということで、はいはい、まあ、それで見せたところ、うん、まあ、これいいじゃないかみたいな感じで、うん、それで買っていただいて、うん、まあ、竹林を整備した後に今度自宅にある庭木もいっぱい切って、それで薪にできるもの以外のものをこれでまあ炭にして、まあ、農家だったんで、うん、あのそのトマト作るときに、うん、炭を使って病気が出なかった経験が以前あったらしくて、で炭に対してやっぱり、まあ、理解があった方だったんで、うん、まあ、そこ彼その方がまあ一番最初に買っていただいて、うん、その後ポツリポツリですね。どれぐらいですか、年間に何台ぐらい。今のところまだ30台ぐらいしか販売してないんですけど、うん、でもあの今回のクラウドファンディング通して、まあ、シンプルに紹介していただいて、うん、あのまあ、20人ぐらいの方から問い合わせが来てあの、まあ、そのうちのね、うん、何かはすでにもうあの支援していただいてるんで、うん、まあ、もうちょっと早くこういうふうなやってればよかったなみたいな。はい、でもまあその年間で30代っていうのは予想してた、そうね、そういう予想してたぐらいの数字なんですかね。いやー、もっと、うん、頑張れると思ったんですけど、うん、やっぱり営業的に大変な感じだった、はい、そうですね、まあ、どうやっていいか分かんなかったというのもあります、うんうんうん、販売をそのしたときはそのリアルに営業してたのか、それともなんかネットで注文が来たりとか。でも多くはネットで注文が来まして、うん、どこで告知とかしてたんですか。ホームページとか。ホームページとか、ね、そうですね、ホームページで、うん、まあ、買っていただいたのは県内じゃなくて県外の方々が結構多いですね、うん、はい、売ってないんですか。え、売ってたりしないんですか、あんまり。あ、県内ですか。その地方とかで。地方、同じようなものを。うん。そうですね、やっぱ炭焼き我慢というと、やっぱり何十万円もするのが普通なんで。あ、そうなんだ。はい、全部、熱い、鉄でできた釜で、うん、まあ、この我々のやつは、うん、まあ、コストを下げるために、うん、まあ、どこにでも転がってるようなドラム缶を自分で活用し、拾ってきて活用してくださいよというようなコンセプトで、まあ、買ってきていただいてみたいな、うん、でその上に、まあ、アタッチメントと煙突を取り付けるだけで、うん、炭焼きが満になりますという形で、このドラム缶の部分まで本体までやっぱり作っちゃうと、うん、まあ、やっぱり10万円とか何十万円コースとかになっちゃうんで、うん、まあ、できるだけ、ね、ドラム缶をそのまま使ってるというのがポイントですよね。そうですね。もともとはこのテクノロジーっていうかものはオープンソースのものなんですよね。そうですね、ロケットストーブみたいな感じで、うん、うん、なんていうんでしたっけ。TLUD と書いて TLUD、 はい、 TRAD と読むそうなんですけど、どういう略語なんですかね。トップリット、アップドラフトという略で、まあ、上から火をつけて、うん、まあ、上昇気流を利用して、まあ、うん、エネルギーを得るような感じだと思うんですけど、うんうん、まあ、別の言い方で、ウッドガスストーブとも呼ばれてまして、はい、まあ、バイオマスの中に含まれてる、その、うん、ガス分を増やして、うん、まあ、燃料にして、うん、ガスが抜けた後は、まあ、炭になってますんで、うん、まあ、その炭をまた、まあ、今度は屋内に持ち込んで、まあ、暖房にもできますし、うん、あと、まあ、それを、まあ、畑とか田んぼで土壌改良もできますんで、うん、まあ、炭にすることによって、まあ、使い道が広がる感じですね、うん、結構ね、僕らの周りの人にビデオを見せるとなんか反応がいいんですよ、はい、なんか知らないけど。反応がいいんですか。反応が良くて、なんかおおみたいな、はい、これは欲しいよねみたいな、
割と都会の人でもなんか、そういうアウトドアやってるような人とか、はい、反応がいいんですよね。はい。割と炭焼いてみたいっていう人いますよね。はい。うん、まあ、これこういうふうに上で料理もできますんで、あ熱で。うまあ、やっぱり、今日も、その、問い合わせいただいた方に対して、実演会ということで、紹介、実演させていただいて、はい。まあ、おとといも佐渡で、佐渡島で、竹林整備している団体の方々に紹介したところ、やっぱり、そういう、アウトドアとか竹林にかなり、うん、上級者というんですかね、まあ、うんまあ、そういうよく知ってる方々もやっぱりこれ見ると喜んでね、なんか遊んでいく方が多いんで、炭焼きながらバーベキューできてるってことでしょ。そうですね、はい。もともとそういう狙いでやってたんですか。いや、ここの部分だけがものすごい熱くなって、うんうん、ドラム缶はそんなに熱くならないんですけど、うんうんこの部分に熱が集中しますんで、うん、まあ芋焼き始めた。ちょうどあれかな、竹のこの時期、季節だったんで、うん、竹のこをその場で取ってきて、はい、焼いたのがまあ始まりでしたね。あ、じゃあ焼けるじゃないかと。そうですね。焼いたら今度なんかいろいろご飯炊いたりとか、もつ煮作ってみたりとか。うん、じゃあ一石二鳥ですね、炭焼き。一石二鳥でしたね、はい。冬場なんかいいですよね、暖かくって。そうですね、冬やっぱり今の季節にこれを炊きますと、うん、人が集まってくるんですよね。あ、そうですよね、はい、あ、そうなんですか、暖まりに、はい、火の周りにやっぱり人が集まってくるんで、うんまあ、それで食べ物を作って料理して、そのできた炭をまた土に入れて土壌改良して、うん、食べ物を作ってまた食べるというような、うんのを、まあ、毎週日曜日に、まあ、やって、うん。まあ、それを通して、まあ、PR したかったというのもあるんですけどね。はい。頻繁にそういうデモをやってたんですか、その、クラウドファンディング前とか。そうですね、毎週日曜日にやってましたね。うん。まあ、私、このチャコールブラックスというのは、ね、ニュージーランドの、オールブラックス。オールブラックスを完全にパクってますんで、うん、はい。それで、できれば、まあ、その、森林整備団体とかじゃなくて、うん、スポーツクラブとして、やっていきたいなと思って。うん、スポーツクラブ、はい。の炭焼きとか、スポーツとしてのそういう。山仕事がスポーツね。そうですね。なんか、毎週日曜日とかに、うん、やっぱり、その、スポーツの練習しに行って、いろんな人に会ったり試合して、うん、そういうのがやっぱ楽しかった経験があるんで、うん、まあ、そういうのを、できたらなと。こう山、うん、そういうのをまあ楽しめるような感じっていう。そうですね。そういうのも。肉体労働ダイアローグって何ですか。これやっぱり山の中で共同作業をすると仲良くなるんですね。そうですね。うん、面と向かってなんか喋るの苦手 でも、なんか体を動かしながらだと話が弾んだりだとか。うん。まあ、仲良くなれたりするんで、うん、あとまあメンタルヘルス効果もなんかありそうな感じがあったんで、そうですね、はい、動かすといいですよね、多分。そうですね、しかも自然の中で、うん、なんか都会の公園とかでもやっちゃ捕まるんですかね。ああ、多分できると思います。私も初めやった時は、まあ、都会の公園じゃないんですけど、はい、まあ、芝生の広場のある綺麗な公園で、その管理の方にお願いしたところ、まあ、バーベキューが許可されている場所であれば、うん、まあ、ちゃんと片付けすれば大丈夫ですって言われて、うん、まあ、煙も出なかったんで。ああ、すんま。はい。ああ、そっかそっか。最初はそこから、はい。なんか最近焚き火がみんな禁止になってますからね。そうですね。うん、で焚き火台みたいなのないとダメとかね、うん、はい、これだったら、うん、大丈夫なんですかね。大丈夫ですね。まあ場所にもよると思いますけど。なるほど。まあ会員っていうのは
その会員さんっていうのは何人ぐらい、その会員というか定期的に集まれる人は。定期的に集まるのは、ね、まあ、毎回結構違うんで、うん、あの1回来て数ヶ月来なくてまた来たりとかいう方々が、うんうんうん、まあいっぱいでもないですけど、うん、あの何人かいて、うん、でもこの活動している場所が結構人が来るような場所なんで、はい、あのやってると誰かが立ち寄ってくれて面白がってくれたりとか、はい、でこうなんか料理してると、まあ、誰も来なくても一人でもカレー作ってご飯炊いて、うん、あの竹を皿とか箸にして作ってると、ちょうど誰かが来て、食ってってくださいみたいな感じで。フードコミュニケーションですね。そうですね。はい。それはあると思います。なるほど。ただ楽しそうですね。うん、はい。この前はできなかったですからね、ちょっと残念ながら。あ、そうですね。まあ、雪が降るちょうど前日だったんで、うんうん、また今度機会を作って。ぜひ来てください。はい、うん、じゃちょっと時間、中間ぐらいになりましたので、CM タイムちょっと入りたいと思いますので、はい。はい、ちょっとお待ちください。はい。はい、共有できそう？画面。あ、大丈夫ですよ。はい、共有しました。じゃあ流しますね。はい、ということで本編に戻ります。あ、暖炉が映ってますね、スマホ、はい、ストーブが。じゃあ続きやりますかね、まだ、はいはい、ま、続きというか、まあそろそろ、はい、あれじゃないですか、あの加藤さんの方のお話を、はい、そうですね、はい、伺いたい。ここ場所はどちらになるんですか？今いらっしゃる場所は。今いるところは、まあ、燕三条の、まあ、溶接会社が、まあ、数年前に立ち上げた、まあ、うん、薪ストーブ部門の展示場ですね。おー。じゃ、これ展示用のストーブですか？暖炉が燃えてます。はい、展示用のストーブで、ちょっと宣伝のためにちょっと今燃やさせて、うん、宣伝のためにあげて、終わったんですけど、すごい暖かいです。いいな。はい、外すごい寒いですけど。そのストーブもなんかこう上に夜間が乗ってますけど、はい、暖かいんですか、そこ。まあ上でまあ料理できるようになってますね。はい、うん、ちょっとあの加藤さんに伺いたかったんですけど、はい、やっぱりあのそちらの地域でこういう炭焼きの NPO っていう活動は、はい、なんていうか
結構孤独な感じに映るんですよ、なんとなく。はい。あんまりこう、周りの人も、なんていうか、協力者というか、そう多くないような、なんとなくそういう、イメージがあるんですけど、どうなんですかね、はい、その現状というか。まあ、最初すごい孤独でしたね。最初、まあ、なんかもう、何やってんだみたいな感じで。どんな毎日の、例えば生活をちょっとこう、シミュレーションしてみると、どんな感じなんですか、朝起きて。朝起きて、うん。まあ、早く、まあ、日が昇る頃に起きて、うん。まあ、その時は、炭焼き窯がちょっと車で40分くらいかかるところにあったんで、車で40分走らせて、うん、竹林に行って、うん、竹をこう切ってるうちに、うん、やっぱ一人だと、すぐ疲れるんですよね。はい。やっぱり本当に、誰かと一緒にやってると、なんかリズムが出てきて、そんな休憩しなくてもいいんですけど、一人だと、ちょっと動くと休憩して、ちょっと動くと休憩してみたいなのがね。修行してる感じですよ。で、炭焼いてる時も、うん、まあ、もともと自然が苦手だったんで、虫も触れないし。自然苦手だったんですか？はい。苦手克服しながらやってて、まあ、夜なんかすごい山でね、真っ暗で怖いですし、それで、さらにその出した炭がものすごい、うまくいかなくて、この両手をついてこう、うなだれてるんですけど、手をついた先に焼けた炭が落ちてて、あちーとか言って、はい、まあ最初そんな、はい。そういう生活をどれぐらい続けられたんですか？そうですね。まあ、会社勤めしながらの時期もあったんで、まあ、そういうのを含めると、うん、まあ、実際にそういうふうに、炭焼きばっかりやってるのは1年だけだったんですけど、うん、3年で、うん、まあ、その後、こっちの燕三条、まあ、私の地元なんですけど、はい、に戻ってきまして、まあ、そのちょうど同じタイミングに、このインスタント炭焼き窯がまあできまして、うん、それで先ほど紹介した毎週日曜日にアウトドアハードワークというのをやり始めたところを、まあ、いろんな方々とつながって、少し楽しくなってきたと。そうですね、まあ、炭ばっかり焼いてた本業とは違ったんですけど、うん、別の仕事やりながら のこともあったんですけど、うん、まあ、そのご縁で、田んぼも貸してくれる人が現れて、その、炭を使って土壌改良するとどうなるのかとか挑戦してみたいですし、実験的なことを。実験的なことを。そうですね。うん、まあ、あと自分のライフスタイルも、やっぱり、私、その、まあ、ものづくりとつながりが出てくるの、多分ここからじゃないかなと思ったのが、まあ、炭焼きの師匠たちと出会った時に、すげえかっこいいなと思ったのが、自分で結構何でも作るんですよね。あ、道具類とか。そうですね。まあ、炭焼きの窯とか、まあ、土とか、石とかで作りますし、まあ、その、炭を、材料を中に詰める時とか、焼けた炭をこう引っ張り出す、時とかに、やっぱり金属の道具とかもいるんですけど、それもみんな自分で加工して作ってたりとか、あと、山小屋作ったから見に来いや、みたいな感じで行ってみると、これ小屋というよりも家じゃねえか、みたいな感じを作ってたりとか、そういうのも、はい、あったし、あと、まあ、中山間地域の人たちとかだと、やっぱり、みんな自分で食べ物とか作ってたりとかして、まあ、すごいかっこいいなというふうに思ってたんで、自給自足できますよね。そうですね。私、工作は、小学校か中学校ぐらいに一時ハマったことあったんですけど、それからずっとやってなかったんですけど、まあ、やっぱり炭焼きやるときにやっぱり道具とかも作らなければならなかったんで、まあ、自分で、まあ、木とか、まあ、簡単なその細い鉄の棒みたいなやつ加工して作り始めたりとか、まあ、そこからその空き缶での試作品とかにつながっていって、
まあ、今もまだなんかいろんなものを作りたいという、まあ、まあ、作りたいというか、燕三条のね、会社に作ってもらいたいというふうなんですけど、まあ、アイデアがね、いっぱいあるんで、そう、まあ、そういう、はい、欲求が湧いてきているところですね。なるほど。あのね、クラウドファンディングみたいなね、うまく回るようになれば、やれることもね、広がりますよね。そうですね。うん、で加藤さんと私の出会いはまた不思議なんですよね。そうですね。湯川さんという、あの、有名な IT ライターの方の本をきっかけとして、その、なんか、Facebook のコミュニティがあって、そこで、はい、湯川さんと加藤さん、湯川さんと私は別々に、あの、テレビ、ウェブ会議をし、ウェブミーティングをして、はい、で、なんか、あの、こういうなんか炭焼きで、なんか世界を変えようとしてる人がいるから、ちょっと話を聞いてくれないかということで、なんか、Facebook で、湯川さん経由で紹介を受けて、それで、最初は Google Hangout と話をしたところから始まったんですよね。はい、そうですね。私とお話をする前は、あの、クラウドファンディングっていう仕組みって聞いたことありました？はい、あの、知ってて、まあ、いつか、まあ、やりたいなと思ってたんですけど、うん。でも、なんかよくわからなかった。はい。まあね、やったところで、まあ、すごいいっぱいプロジェクトあるわけじゃないですか。うん。まあ、星の数ほどある中で、どうやって選んでもらえばいいのかみたいなこともね、全く、わからなかったんで。うん。結構なんか、最初は、何ですかね、少しわからないような感じがあったけども、ちょっとこう進み始めたら、あとは、なんていうかこう、弾みがつくみたいに、うん、加藤さんがどんどん自分でやっていったから、うん、心配ないなと思って。あ、そうですか。あの、まあ、私、あの、夏に、まあ、あの、ミキさん、ゆかさんから紹介していただいて、はい、で結構コツコツと準備してたんですけど、そうですね、はい、あの、まあ、動画とかも作るの初めてだったんですけど、うん、まあ、何回もこう挫折仕掛けてた時があって、それまあずっとトゥギャザーで一緒にやっていただいて、それでどの辺が挫折仕掛けたとこですかね。いや、これ本当に、ええ、まあ、できんのかなとか、まあ、できたとしても、ええ、なんかやっぱり自信がなかったところが、そのあ、はい、誰も教えてくれる人がいないみたいな感じで。そうですね。うんうん、まあ、その辺をまあ一緒に、うん、あのやっていただいて、まあ、アドバイスも技術的なこととか、うん、細かいアドバイスをたくさんいただいて、うん、あと、まあ、燕三条に、あの12月に、そうですね、会実際にお会いしたんですよね。はい。まあ、その時にまあコンセプトがこうカチッと、うん、そう決まったんです。それまでちょっとね、こうどうしようかってコンセプトがなかなか決まらなかったけど、はい。やっぱり実際のものを見たらすごい精度もいいものだし、燕三条の儀っていうのがあって初めてできてるんだなっていうのが分かったんで、うんうん、はい。やっぱり燕三条の工場の技術が世界を救うっていうコンセプトがいいんじゃないか。はい、そうですね。いうことになったんですよね。はい。で、もう一人の加藤さんともね、お会いできましたし。そうですね。そうそうそう。まあ、加藤さんがいっぱいいるんですよね。加藤さん多いんですか、その辺は。いや、多いわけではないんですけど、やっぱその、ハードワークやってる中で、うん、来ていただく、のだけで1、2、3、うん、多いっすね。4人、そんな多い、私含めると5人。はい。どうやって呼び分けてるんですか？あ、全部加藤さんですね。微妙なニュアンスの違いで。そうだ。じゃあチャコールバックスの加藤さんと、あの、うん、もしあの加藤さんとはどういう呼び分けをしてるんですか？あ、まあ私はまあ加藤正樹さんという方なんで、はい、さんというか形で呼ばせていただいて、はい、向こうは、まあ、私のこと加藤孝というふうにあだ名ニックネームで。あ、そうですか。はい。加藤孝ですか。はい。どの辺からと。まあ、いろいろとありまして、はい、話せば長くなるんですけど。そうです。はい。でも、あのね、その
加藤、もう一人の加藤さんのヘルプも入って、はい、プレスリリースがうまくこう、そうですね、いろんな人に取り上げていただいて、はい、新潟日報っていうんですか、はい、それって結構メジャーな新聞なんですよね。そうですね、まあ、新潟の人だったら、まあ、大体読んでると思うんですけど、うん、その結構いいとこに載ったんですか。こうそうですね、新潟日報の中にその新潟結構広いんで、うん、その地域ごとになんか取り組み紹介しているようなページがありまして、うん、そこにまあ結構新聞のページの4分の1ぐらいのサイズで4分の1結構、はい、でかい大きく取り上げていただいて、でまあ、私、はいはい、最初予想してたというよりも、うん、お米を溶かす炭をクラウドファンディングの対価にしてて、まあ、そういう お米とか、うん、そういう自然なものに興味のある方々が連絡いただくのかなと思ってたら、うん、まあ、逆に山の中に中山間地域とかに住んでるような、はい、高齢な方々が、うん、お電話たくさんいただいて、うん、じゃあどんな内容のお電話なんですかね。自分のところに竹林とか、うん、まあ、その雑木林があって、うん、まあ、整備したいんだけど、うん、やっぱりその整備してもその、うん、燃やせないし、うん、使い道とかもないんで、うん、まあ、ないというよりもやっぱりそういう方々の多くは農家をやってる方々が多くて、はい、まあ、炭で土壌改良するとやっぱり病気も防げるとか、あ、なるほどね、まあ、肥料が少なくて済むとか分かってられる方が多いんで、うんうんうん、まあ、こういう炭にして使いたいという方が多かったですね、うんうん、でこれはクラウドファンディングでやってるんですっていう話は通じましたか。まあ通じないですよね。今日初めて通じましたね。はい、すごい。説明しづらいですよね。説明しづらいですね。だから一番初めに来た方は現金握りしめてきて、今すぐ持って帰りたいとかいうことで、今すぐ、はい、まあ、ちょっと待ってくださいという。で一応待っていただいて、そうで、まあ、どうせ雪があるからできねえからじゃあ待つわみたいな感じで。預かり証で、はい、まあ、説明しにお伺いしなければならないですけどね。あ、そうですよね、はい。その高齢者の方々はもうあれですよね、結構その山を守ってらっしゃる方が結構多いんですよね、そちらの新潟の。そうですね、最近は若い人の中でも林業を始める方とか、うん、山を守りたいという方とか多くなってきてるんですけど、うん、でもやっぱり本当に実際に山に入って、うん、まあ、自分の屋敷だからということで綺麗にしとかなきゃならんみたいな感じで、うん、本当に小さなおばあちゃんがノコギリ一本持って山に入ってたりとか、うん、まあ、やっぱり あの世代の方々がきちんとしなければならないみたいな感じで、うん、で、まあ、山の、まあ、環境が保たれているような部分が、うん、大きいんじゃないかなと思って、うん、いや、そういう方たちがもうなくなってしまうと山がやっぱり荒れてくるっていうことになるんですよね。そうですね、山が実際そういうこう手入れしないとどういう状況になってくるんですかね。その山以外、里山がこう荒れてくるとどういうふうな弊害があるんですかね。竹林の場合だと、うん、竹は根っこが浅いんで、うん、まあ、まあ、大雨が降ると、まあ、土壌がこう、うん、土壌、なんですかね、土砂崩れとか、まあ、杉林もまあ同じような感じですし、うん、あとは、やっぱり雑木林とか、里山とかも、うんうん、昔やっぱり人の手が入ってたことによって、動物と人間の境界線があったんですけど、うん、はい、今もその境界がなくなって動物が、自然とやっぱり里降りてきて、うん、まあ、食べ物食べたりとか人を食べたりとか、うん、農作物を食べたりとか、まあ、そういう被害もあるんで、うんうん、人の手がやっぱ入ってこう間引いていくっていうことが要するに整備されるってことなんですかね。はい、
そうですね。あと、やっぱり一回人の手が入ったような山とかだと、うん、まあ、もうすでに自然の状態じゃないんで、うん、例えばほっとくと、例えば奈良とかも30年ぐらいで寿命が来るらしいんですけど、はい、まあ、その奈良枯れ したまま残ってたりとか、うん、それをなんか昔炭焼きとか里山活用した頃は、はい、まあ、一回ハゲ山にしても、うん、またそれが種が再生して、うん、30年後にはまた豊かな里山になってたとかいう話なので、うん、なんかやっぱり日本の場合は、うん、こういう木とかバイオマスをいっぱい使ってあげないと山が保たれないというのがあると思いますね、うんうん、そういう中でこの炭作りっていうのはやっぱりこう一つ整備するっていう役立ち機能があったわけですよね、今まで。はい、でそれが最近その炭を作るってことはなくなったから、はい、せっかく切ったものでもその放置されていたりとか、はい、無駄になってたというですね。そうですね。うん、でその炭焼き窯をで今回まあね全物に挙げていただいている目的っていうのが、はい、まあ、里山のそういうこともあるんでしょうけど、また海外の話が行ってるじゃないですか。はい、フィリピンの方のっていう、はい、その辺の話は どういう流れなんですかね。そうですね、もともとやっぱりその外国の炭焼きを見て、まあ、こういうもの作りたいみたいな感じで思った後に、うん、山越村の方にこういうのだったら日本にもあるよみたいな話を、うん、された時にものすごい衝撃を受けてしまって、うん、日本の里山文化めちゃくちゃすげえとか思って、うん、それで、今だと結構外国の方だと、はい、まあ、炭の、活用することによって、うん、まあ、自分たちの国の農業を持続可能なものにしていったりとか、うん、あとまあ、その炭焼きが任せて発展途上国に行って、うん、まあ、その現地の、その、痩せた土を再生させたりとかいう活動も結構普及し始めてるんですけど、うん、でもやっぱりそういう昔からのなんか文化を持った日本からも貢献したいという気持ちが最初にあって、うん、まあ、それで途上国でなんか役に立てるようにしたかったんですけど、うん、たまたま昨年の夏に、はい、2012年の、はい、9月ぐらいに、まあ、一緒にフィリピンに行ってる、はい、東京のリレーションズという会社の高橋さんという方が、はい、スモーキーマウンテンを見てきて、うん、そこでの炭焼きの状況があまりにもひどくて、うん、衝撃を受けてきて、うん、日本に帰ってきて、まあ、炭焼きをちょっともうちょっと知り合いのことで検索したら、うん、チャコールブラックスのページが出てきて、はい、まあ今週行ってもいいですかって感じで、アウトドアハードワーク来ていただいて、うん、まあ、それでまあ知ってることみんなお話しして、うん、一緒にこういろいろお話しして、じゃあ、春になったら一緒に行ってみましょうみたいな感じで、うん、やっていくうちに、まあ、その現地で活動している NPO ともまあつながりができて、はい、そこのまあ場所に入ることが、活動することができるような感じになりました。うーん、今メンバーになっている高橋さんがまあきっかけといえばきっかけ。そうですね、うーん、最初は本当に途上国とつながりはなかったんで、まあインドネシアか東ティモールかハイチかみたいな感じで、どうするかなみたいな感じで考えたんですけど、やっぱりそういう国際協力活動している先輩が、はい、まあ、そういうもんはご縁で決まるもんだよみたいなことを言ってたんで、ご縁が来たみたいな感じで、うん、すごいタイミングですよね、それも。そうですね、はい、もう来たって感じですか。はい、そうですね、いよいよ来たかみたいな。でも実際見に行ったわけですか。そうですね、去年の4月に、うん、まあ、調査、現地の方の生活どうなってるかということを、うん、まあ、その
東京のカマルフリータさんという NPO が参加したので、あの、信頼関係とかも作っていただいたので、まあ、スムーズにその地域に入らせていただいて、まあ、それすごいですよね。なかなかそういうスムーズに入れてませんもんね。そうですね。知らない人が。はい。それでホームステイはどれくらいしてたんですか？1週間ぐらいしまして、うん、でまあいろいろなそこに住んでいる人たちの話を聞いて、うん、まあ体験したんですね、うん、その時はまあヒアリングだけというか調査だけみたいな感じ。そうですね、その時はまあヒアリングだけで、うん、今度はプロジェクトでまあお金を集めて、まあ炭焼き窯実際持って行ってテストしてみるとか、そういう流れを目指しておられるってこと。あ、その時はまだ、まあ、本当にその問題解決するのが炭焼きで解決できるのかどうかも分からなかったんですけど、はい、でもまあ、できそうだという結論で、うん、でまあ、2回目に行った時は、うん、まあ、そこに、まあ、そのスラムから、スモーキーマウンテンからこの移住してきた方々が、やっぱりそこで仕事がなくて、うん、移住してきたけど、またスモーキーマウンテンに子供を残して帰り始めたりだとか、うん、してる方が多かった時期だったんで、はい、まあ、これは急いで仕事を作らなきゃみたいな感じで思って、うん、ちょっと先走りすぎたと思うんですけど、うん、まあ、滞在時間がすごい短かった中で、うん、まあ、炭焼き窯を、まあ、設置してきたんですけど。あ、設置したんですか。はい。作って、まあ、実演してみたんですけど、うん、反応はどうでした？まあ、反応はやっぱり、うん、もともと炭を焼いてきた方々が多かったんで、うん、まあ、操作の仕方も、うん、見事な感じで、うん、でもね、その炭焼き窯で仕事作りたいなみたいなこと言ってたら、やっぱり自分も参加していいかみたいなことを言っていただく方とかもいて、うん、ただまあやっぱり材料をどうやってスムーズに入手するかとか、うん、まあ、どういう形で、まあ、焼いたココナッツの殻を固めてブリケットにしたら一番いいのかとか、うんうん、まあ、どうやって販売したらいいのかとか、はいろいろな課題があるんで、それは押しを据えて取り掛からないといけないことなので、うん、まあ、それでまあ今回のクラウドファンディングの、うん、はい、につながるわけですね。はい、クラウドファンディングや、まあ、まだ途中ですけど、はい、とりあえず今までの今までの感想っていうのはどんな感じですか？クラウドファンディングやってみて。まあ、最初はもうネットでこう全部済むかなみたいな感じだったんですけど、はい、本当に今、毎日、うん、はい、いろんな人に会って、まあ、説明できたりできなかったりなんですけど、うん、まあ、地べたを這いつくる。バルようにしてこう、活動してる感じですね。でまあいろんな人に会えて、まあすごい楽しいですね。おお、なんか佐渡も行ってきたんでしょ。そうですね。佐渡はまた佐渡、うん、まあ、佐渡のカルロスさんというブラジルの竹を使う、竹職人ですね。炭焼きもやりますけど、うん、電話かかってきたんで、まあ、うん、新潟日報を見て電話かけてきたのかと思ったんですけど、うん、まあ、新潟日報なんか、まあ、あんま字が読めないから読んでないらしくて、偶然、はい、それで2月中に佐渡来れるかとかいう話で、うん、まあ、行く行くみたいな感じ、やっぱりそういういろんな人に話をする機会を作りたかったんで、うん、まあ、ぜひ行きますということで、うん、で行って、うん、お見せして、なんかそれもそのタイミング的にできすぎてる感じですね。まあ、できすぎたことは結構いっぱいね、連続して起きてますよね。そうですね、やっぱり決心するとね、そういうこと起こったりするんで、また今度もね、新聞来られるわけですよね、取材。そうですね、
あとまあ、新聞2つと、まあ、テレビ。テレビも。テレビも、国営放送ですか。そうですね。あ、それはまだ、はい、まだ分かんない。まだ決まってない状況で。まだ決まってない。はい。多分大丈夫でしょう。できれば期間内にね、取材していただきたいと思ってるんですけど。はい。まあ今もう 50% いってますからね。はい。はい、まあ地道な活動をするとか、そうですね。思いますね。あの、ちょっと、あの、すいません。もう時間が結構、時間近く実は経っておりまして。はい。で、まあ、今までのね、こういう MMS のゲスト皆さんに伺ってるんですけれども、その、はい、加藤さんの考える日本のものづくりの未来に対して、はい、こう思いをこう教えていただきたいなっていうことをちょっと、まあ、ものづくりと言ってますけど、まあ、あの、うん、加藤さんの場合は多分、まあ、山づくりということになると思うんですからね。まあ、自然、日本の未来の自然のあり方というか、うん、はい、そういうのに、まあ、どういうふうな考えを持っているのか。未来に対して。そうですね。まあ私やっぱり里山というのが一つの、里山的な価値観というのが一つのテーマになってまして、うん、そのまあ炭焼きの師匠たちから、まあ、その里山的な価値観何学んだかというと、うん、やっぱり自分でなんか作るというのが、自分で何でも作ってしまうというのはやっぱりすごいかっこいいなというふうに。なるほど。だし、まさにマイクロものづくりですね、それは。そうですね。うん、まあ、里山の場合は、まあ、食べ物を作ったりとか、エネルギー作ったりとか、いろいろ入ってて、まあ、物もやっぱり、その、物作りもやっぱりその一つになってるんですけど、まあ、今、職人とかね、言われてるような仕事とかも、うん、昔はやっぱり普通の農家の方々が、うん、兼業でやってたりとかしてた、普通にやってたわけなんで、まあ、そういうなんか物作りとかが特別な人たちの手にあったのを、うん、なんかもっと、うん、まあ、できんじゃないかなみたいなのが、ちょっと考え始めましたね、そういうのは。うん、みんながそういった自給自足じゃないけど、こう。うん。うん、ものづくりも、里山づくりももう、人に頼むんじゃなくて自分たちでやっていくんだよと。うんうん、そうですね。うん、まあ、農家だからって、まあね、農作物ばっかり作ってるわけじゃなくて、ものづくりもできると思いますし、うん、まあ、いろんなものが作れる、うん、まあ、時代で、まあそれね、インターネットの普及でシェアとかいっぱいあるんで、うん、まあ、そういう違う人同士がこう知恵出し合って作れるような環境も、まあ、テクノロジー的にね、やっぱりできてますんで、うん、ありがとうございました。はい、ちょっとですね、時間の都合、加藤さんとのお話はここまでになってしまうんですけども、ちょっと告知の方をお話しさせていただきたいと思いますので、ちょっと画面を告知の方に、切り替えたいと思います、はい。加藤さんどうもありがとうございました。まだ、接続はこのまま接続していただいて、はい、いただければと。はい、ちょっと告知の方をさせていただきたいと思います。はい、ですね、本日のゲスト、チャコールブラックスの加藤さんです。はい、で今、かっこいい黒いジャケット着てる写真が写ってます。ブラックスですよ、これ。はい。Facebook のアドレス、こちら、ひろあき。ホセですか。はい、ホセ。ホセ加藤さんですね。ですので、もし、気になって、自分もなんか炭焼きをしてみたいという方は、うん、こちらの Facebook の加藤さんのページまでアクセスをして、メッセージをしていただければと思います。で、その次のゲスト、株式会社忠義さんというですね、はい、これ五月人形を作っている会社さんなんですけども、ただ、伝統的な五月人形に飽き足らず、最近ではですね、ボトルアーマーという、まあ、非常に日本酒の一升瓶に装着するような新しい、
鎧のインテリアをいろいろ考えていらっしゃって、まあ、大越さんという社長さんの方にですね、まだ日程は決まってないんですけど、出ていただいて、まあ、マイクロものづくりということで出ていただきたいと思います。日程は3月7日ですね。3月7日に、決定ですね。はい。ちょっと時間はまだ、未定ですけども、ということです。で、まあ、我々のマイクロものづくりというものを広く、まあ、知っていただくために、全スクールというものをやっています。2ヶ月で10日間、約63時間、やってまして、今はですね、JR の大森駅の近くの日本コンピューター開発さんという会社さんの会議室でやっております。第7期生今募集中ですので、こちらのコースを卒業された方、どんどん自分の商品を開発して、おりましてですね、まあ、クラウドファンディングにどんどん上げているという形になってまして、まあ、実績の方もかなり出てきておりますので、もしご興味ある方は、エンモのホームページの方からですね、アクセスをしていただければと思います。はい。まあ、これは内容はこのような形でやっております。あと、マイクロものづくりを始めようというですね、我々のマイクロものづくりの、まあ、内容を紹介した本を、昨年の4月に出版しておりまして、もし、マイクロものづくりに興味ある方は、こちらの方、Amazon で、検索してご購入いただければと思います。で、あとですね、我々のこちら、マイクロものづくりストリーミング、手弁当でやっておりますので、もし、スポンサーをやりたいとかですね、はい、素晴らしい番組なので出演したいという方は、こちらの方まで、アクセスをしていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、顔面を戻していただいて、本日は、チャコールブラックスの加藤様の方にご出演いただきました。どうも加藤様ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きですね、クラウドファンのファンディングの方は続いていきますので、皆様もぜひご支援いただければと思います。はい、よろしくお願いします。さよなら。さよなら。ということで、はい、配信停止いたしますんで、はい、失礼します。